ましたので、そろそろ始めたいと思います。皆さん本日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。本日はですね、原発運転期間延長の撤回を求めるということで、署名の提出集会および政府交渉を行いたいと思います。で、始める前に一点ちょっと皆さんに残念なお知らせとお願いがございます。実はですね、先日9月12日に参議院議員会館で、GX の、 原発推進方針に関して、これに反対すると撤回を求めるその政府交渉を行いました。で、大変残念なんですが、その後、参加者ではなくて YouTube を見た方かなから経済産業省 の、 その担当官に対して、なんて言うんでしょうかね、ちょっと脅かすような感じのメッセージを入れた方がいるそうなんです。で、それはですね、大変私どもとしては不本意なことで、残念に感じています。私たちとしては政府の方々と冷静にロジカルに議論するような場をですね、作りたいと思っております。ですので、この、もちろんここにいる皆さんそんなことされないと思いますし、ご覧になっている方もそんな良識のある方々ばかりだと思うんですが、間違ってもですね、一人の方がそういうことをされてしまいますと、市民運動全体がですね、評判を落としてしまう、そして政府も来なくなるということがございますので、どうぞご理解のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで気を取り直しまして、今日は原発運転期間の延長の撤回を求めるということで、この GX の政府の原発推進政策の一環としてですね、経済産業省が、原発の運転期間の上限、40年と定めた原子炉等規制法、経産省というか経産省が言い出して原子力規制庁がそれを容認したということなんですが、この原子炉等規制法の規定を削除してしまうという、そういう方向が打ち出されています。で、もちろん言い出した経済産業省もどういうことかというふうに私たちは思っているんですが、原子炉等規制法を所管しているのが、原子力規制委員会です。で、後でお話もあると思うんですが、原子力規制委員会、2012年のその原子力規制委員会のが新設されたのと同時にですね、同時というか同じ議論で、福島原発事故の教訓を踏まえて、原発の運転期間 の、 上限を設けるということで原子力等規制法に盛り込まれました。で、それをですね、所掌している、原子力規制委員会が、これは利用政策であると、規制ではないとして、削除を容認する、自分たちは何も言いませんみたいな、自分たちが言うべきことではありませんと言いつつ、削除を容認してしまっているという、そういった事態が今生じています。で、これに関してですね、原子力規制庁として規制委員会としては、10年おきに審査をしますというような方針も出しているんですね。ただ今までの経緯を考えても、原子力規制委員会はことごとくこの40年超えの審査を通してしまっているわけですよね。で、その審査のやり方を見ても到底実質的に規制をしているとは思えないと、そういう状況にあります。で、今日はですね、かなり技術的な内容も含むんですが、原子炉の劣化の話、そしてケーブルの劣化の話、個別具体的な話も交えながら、こうした点について、政府と意見交換を行っていきたいと思います。はい、それでは、すいません、言い遅れましたが、私は今日の司会進行を務めます FOE ジャパンの三田と申します。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、早速ですが、今政府の審議会で何が議論されているかということに関しまして、原子力資料情報室の松久保さんの方からお話しいただきたいと思います。松久保さん、お願いします。はい、
ちは。原子力資料情報室の松久保と申します。よろしくお願いします。今日お疲れ様です。原子力、私は原子力資料委員会で経産省のですね、審議会の委員の方にいまして、脱原発派では私とはこの人にちょっと若干スタンスは違うんですけど、脱原発的な発言をしてくださる方がいるんですけど、それ以外みんな推進派という中で委員をやっています。で、今回のですね、運転期間延長の撤廃の問題ですねに関して議論の経緯をですね、ちょっと若干お話ししたいと思うんですけれども、原子力小委員会で議論が行われたということになっているんですけれども、これ山中原子力規制委員会委員長がですね、原子力小委員会で議論があったということを受けて、10月5日に資源エネ庁原子力規制委員会に招いて検討状況を説明させています。ところがですね、この議論9月22日に1回だけ行われただけなんですね。しかもこれも GX 実行会議で運転期間延長を検討しなさいというふうに首相から指示を受けたので、これから検討し始めましょうかということでいろんな論点を出してきただけに過ぎない会だったんです。ところがですね、何の方針もまだなので、要するにですね、その委員会では何の方針も決まっていないんですね。にもかかわらずですね、説明させているというわけなんですね。で、非常にそれおかしな話だと思うんですけれども、さらにおかしなのはこれ、その場でですね、資源エネ庁の説明者、電力ガス事業部の部長ですけれども、で彼がですね、運転期間という制限がですね、再稼働そのものの妨げになってはいけないとかですね、あとは規制庁長官のですね、片山さんという方がいらっしゃるんですけど、その人が水を向けたんですけれども、どういうふうに法改正するつもりですかみたいな水を向けたんですね。でそうすると利用政策の観点からですね、運転期間をどうするかということで、制度の設計および必要における法的な整備をしたいと考えているということですね。もう方針固めたような形のことを言うんですね。で普通の一般的考え方で考えますれば、利用政策であれば利用政策省庁利用関係法令の中に基本的な仕組みが存在している。つまり電磁法の中にですね、そういう規制が入ってきていて、つまり運転期間に関してはですね、電気事業法の中に入ってくるというふうなことを言うわけですね。でその上で、既存の法令については必要な、規定整備を行っていくということが通常の段取りだというふうに説明しています。つまり、原子炉と規制法にある運転期間に関してはですね、削除したいと。彼らにはそんな権限は全くないんですけども、そういうことを言うわけです。で、規制委員会との間の、整理が必要になってくるかなというふうに考えているというふうに言っているんですね。でも先ほど申し上げた通り、9月22日はですね、全く方向性を決めたわけでもないんですね。ただこれから議論を始めると言っただけなのにもかかわらず、もうここで方向性が固まっているかのような言い方をしている。でこれを受けて山中委員長ですね、運転期間についての定めが、利用政策側の法体系に移るとなると、もう確定したかのようなことをここで言うんですね。で必然的に高経年化した、電発電用原子炉の安全性の確認をどう法的に担保するかについて、原子力委員会として今後しっかり検討する必要があろうかと思いますというふうに言って、で規制庁に、事務局のですね、規制庁に、検討を指示させているという流れなんですね。なので全く何も決まっていないのに、あたかも決まったかのようにして山中委員長は検討を指示させた。でそれを受けてですね、規制庁側は検討を始めた。で11月2日にはもうこれ検討結果が出てきてるわけですね。委員会に、規制庁側からです。もう非常にペースが速い、おかしな話だと思うんです。もう非常にペースがあるわけですね。もう12月末という、首相指示に合わせて、辻褄合わせのためにですね、議論やってるようにしか見えないわけです。もうこれですね、もう規制庁と経産省がですね、両輪、車の両輪となって今回の規制の改革を、規制撤廃をですね、進めようとしているようにしか見えない。これですね、この運転期間規制ですね、やっぱり福島第一原発事故を受けて、与野党の合意のもとに導入された非常に重要な制度だと思います。で国会の議論もほとんどない中でですね、しかも国民的な議論も何もない中で、異常なペースでですね、これ12月末というその首相の指示だけをですね、守らんがためにですね、こういう議論をやっているわけです。非常におかしな議論が進んでいると思います。国民的議論がまず前提になってこなければですね、おかしな話だと思うんですけれども、それは全くないというところが非常に問題だと思っています。で、原子力小委員会でですね、このあたりパブリックコメントに書けないんですかとか、公聴会やらないんですかとか言ってみてもですね、公聴会しなくてもやるつもりは全くない。で、パブリックコメントについてもいつやるかわからない。スケジュールを考えるとおそらく難しいんだろうなというふうに思います。その12月末というですね、スケジュールを考えると難しいんだろうなというふうに思います。このあたりですね、本当に皆さんですね、これは本当にもう国民の声を
上げてですね、阻止するしかない話だと思いますので、ぜひ皆さん、もっと頑張って、阻止するように努力したいというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、それではですね、国会議員の皆さんも駆けつけてきてくださっています。はい、共産党の岩渕友議員が見えております。一言お願いいたします。皆さんこんにちは。紹介をいただきました日本共産党参議院議員の岩渕友です。今日は原発の運転期間延長の撤回を求めるということで、私も皆さんと力を合わせてこの撤回実現のために頑張りたいと思います。岸田首相がね、GX 実行会議の中で、これまでの方針と大きく方針をもう180度変える、3つの転換、大きな転換を言ったわけですよね。一つは原発の再稼働を加速させること、そしてそれと一体にこの運転期間を延長させること、そして新増設することですよね。この検討を加速させるんだということなんですけれども、運転期間の延長の問題はやっぱり先ほど来お話があるように福島の事故があって、あれをもとに原則40年ってしようじゃないかってことを国会で決めたわけですよね。で、自民党だって公明党だって賛成して決めてきてるわけですよね。で、それをなし崩しにないがしろにする、で、国民的な議論も国会の議論もないままにね、これなくしちゃうのかと。で、今言われてるのは10年ごと延長っていうけれども、10年ごとに延長されてどこまでもこう際限なく延長されていくっていう可能性だって当然あるわけですよね。で、こんな重大な方針転換が何の議論もされないままにもう既定路線のように進められていくってことをやっぱり許してはならないんだというふうに思います。で、その原点は福島見てみれば今だって避難強いられている人たちがいると。で、第一原発見れば事故だって収束もしていないしね、その見通しすら立たない状況じゃないかと。で、汚染水も増え続けてっていうことでね、廃炉すら回らないならないような状況なのに老朽原発動かすのかってことがやっぱり問われているんだと思います。で、今本当に大事なのは国民の皆さんの運動と結んで国会論戦進めていくということだと思いますので、引き続き皆さんと運動を広げながら私も国会で頑張りたいと思います。皆さん共に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。続きまして立憲民主党の菅直人議員が見えております。一言いただけますでしょうか。菅直人です。ご存じのように11年前の福島原発の事故の時に総理を務めておりまして、それが事故が起きるまでは、原発注意して使えばいいんではないかという立場でしたが、事故に遭遇して、もう全部を見てきてですね、絶対に原発はやめるべきだと、そしてそれに代わるべき再生可能エネルギーで十分日本が必要とする電力は賄えると現在は確信を持っております。偶然今週、経済委員会と科学技術委員会の両方に、短時間ですが私自身質問をする機会を得てますので、その場でももちろんそのことを強く主張していきたいと思っています。いろんな論点を言えばもう皆さんよくお分かりです。一つあえて言えば原発を持つことの意味が、この数年で大きく、変わったというかですね、変化しました。それはウクライナです。つまりウクライナのには原発がありますが、その原発を狙ってロシアがミサイルや通常兵器で攻撃をしてるんですね。まだ直撃弾が当たってないから言うようなものの、直撃弾が当たって原発が破壊されたら福島原発事故と場合によってはそれ以上のですね、大きな事故になります。つまりは原発を持つこと自体がその安全保障上もですね、自分の国の安全保障上も極めて危険なものを持つことになるという自覚がですね、私はまだまだ日本においても足らない、どちらかろうってくるとは言いませんが、少なくとも日本の原発も日本海側にずられてあり
太平洋側に撃たれたって、海上からですね、大砲で撃たれたら当たるような距離にいくらでもあります。とても物理的に、防げるような手当はそうなった時にはほとんどありません。防ぐとしたら何をするか、原発をなくすることなんですね。ですからそういう意味では今回の GX の動きというのは政治的にも内容的にもめちゃくちゃです。私も GX のことを今調べ始めましたが、結局総理が座長で経産大臣が担当大臣で、もうほとんど結論が出たようなですね、原発再稼働に、一気に進めようというですね、そういう構造に、政治的にはなっています。ただじゃあそうなるかどうかというのはもちろん皆さん方の、大きな声、が必要ですけども、同時にですね、彼らがやろうとしてもそう簡単にやれないいろんな条件もあるということです。それは法律上の条件とか何とかだけではなくてですね、つまりは今日も今はそういう資料を作ろうと思って準備してるんですが、この再生可能エネルギー、まあ長くなったらあれですからもうちょっとにしますが、私は営農型太陽光発電というのを非常に進めてるんですが、それをしっかりやればですね、全ての電力は再生可能エネルギー、特に太陽光発電で供給できるということが、私はいろんな資料からですね、確認され、国会でも取り上げました。もうご存じの方もあるかもしれませんが、日本には400万ヘクタールの農地があります。農地の上で米を作ったり、麦を作ったり、野菜を作ったりしながら、その上3メートルぐらいのところに櫓を組んで、そこにソーラーパネルを並べる。今そういうことをやってるところが結構多いんですね。それを400万ヘクタールに全てにやったらどうなるか。1ヘクタールあたり500キロワットのソーラーパネルがなります。年間365日ですから1000時間の太陽が大体といいます。そしてそれに400万ヘクタールをかけると、なんと2兆キロワットアワーの発電が少なくとも理論的にはできます。2兆キロワットというのはどれだけの量かというと、今日本が使っている電力の2倍です。ですから太陽光発電、特に営農型太陽光発電だけでも、日本が必要とする電力全てを賄うことができます。心強いことが一つあります。このことを一生懸命やろうとしているのはどうか、経産省か。経産省は邪魔ばっかりしてます。官邸か、官邸も邪魔ばっかりしてます。幸いなことに農林省がですね、この営農型太陽光発電、毎年パンフレットをですね、皆さんも見てください、ネットで。ですから農林省は、農業はですね、もう若い人が戻れない、戻ってもなかなか飯が食えない、その農地をですね、ある意味では再活用する、営農をしながら、営農をしながら原発を、この原発ではなくて太陽光発電をするということに非常に農林省は積極的になっています、そんなことでここはですね、先ほどもいろんな方が申し上げました、正念場です。相手はもう理屈を超えて何が何でも原発です。ですから何が何でも原発は理屈にならないんですけど原発ですから、それを覚悟でぜひ皆さんにも頑張っていただきたい。ちょっと長くなってすいませんでした。菅直人でした。はい、ありがとうございます。はい、それでは集会進めてまいります。今Zoom でですね、81人の方がご参加いただいています。会場はですね、30人ぐらいですかね、の方がご参加いただいています。それでは今回の経緯について、原子力規制を監視する市民の会の坂上さんからお願いします。はい、皆さんこんにちは。今日の、この後交渉がありますけれども、大きく3つのパートがありまして、で最初が一番重要だと思っているんですけども、この間の山中委員長の発言、それから、それの根拠になっている見解というのがあるんですけども、それをめぐる、やり取りで、やっぱり今回の、動きがやっぱ手続き上非常に問題があるというか、矛盾をはらんでいるというかですね、そこのところが、一つです。でその後、具体的な危険性として、中性子電化の問題と、それからケーブルの劣化の問題について、それぞれ大きく3つを、質問の内容にしていきたいと思っています。で最初 その山中委員長のこの間の動きですけども、先ほど松本さんからお話があったように、何か資源エネルギー庁の側で動いたというよりは、もうなんか山中委員長が一人で
自らのね、課した40年ルールっていうのを、一生懸命撤廃の方に走り回ってるみたいな、そういう状況です。で、山中委員長が10月5日の定例記者会見ですね、原子力規制委員会の、定例会合の後、この発言からターンを走ってるんですけども、彼はどうやってこの撤回の動きを、正当化しようとしてるかというとですね、まず運転期間については利用政策側の法体系の中で検討する方針が示されたと言っています。でこれ松本さん言われたように、原子力小委員会でそういう議論があったと、山中さんは言うんですけども、実際にはそういう議論があったわけではないと、いうことですね。それから具体的にはですね、原子炉等規制法の関係条文には運転期間についての定めと、それから高経年化した原子炉の安全の確認のための2つの定めがセットになっていると、でそのうち、この利用の方、運転期間の方ですね、運転期間の定めについては2年前に議論したけども利用政策の判断によるものだ、で規制委員会は意見を申すところではないというのが結論だったと。で、これを根拠にして、この条文の運転期間に関する項目だけが抜けてしまうと、いろいろその安全性の確認の定めの方がですね、そこが生じてしまうから、だからその辺について事務方に検討指示したと、そういう言い方なんですね。だから彼の言い方は現行の原子炉等規制法ですね、これが具体的な定めなんですけども、いわゆる運転期間40年で、延長は最大、20年を超えない期間で1回だけという、40年60年のいわゆる40年ルールですね、これが彼の言う運転期間に関わるところで、それから、延長に際しては原子力規制委員会の認可を得なきゃいけないというのが多分安全確保についての定めということ で、この運転期間のこの黄色で書いた方ですね、いわゆる40年ルールについては、彼が言うには、利用政策側の判断で決まったことだから、だから、落としてもいいんだと、落としてもいいな、抜くとかですね、抜けてしまうとか抜け落ちてしまうとか、そういう言い方をして、これは抜きますと、であと利用政策側で判断してくださいというような形になってるんですね。でところがですね、いくつか問題があって、一つはこれ今日菅さんも来られてますけども、実際にその、導入された経緯っていうのを見てみると、これ原子力規制委員会設置法と、セットで原子炉等規制法の改定作業っていうのが、2011年から2012年にかけて行われたわけですよね。でその間に、最終的には与野党が合意して、議員立法という形で動いて、多分与野党で合意をして、もちろんその間に政府の検討も入ってですね、それで決まったという推移だと思います。その中で、これ原子力当時のですね、原子力委員会にこれ決まった後 の話ですけども、2012年6月の原子力委員会にその内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室っていうところが、原子力委員会にその設置法案についてこうなりましたっていう説明をしてるんですね、プレゼンをしている資料なんです。でそのプレゼンをしている資料を見ると、その40年運転制限制の導入っていうのが、その原子力安全規制の転換っていう項目の中で説明されています。それから同じ項目の中で、発電用原子炉施設に関する原子力安全規制体系の整理いうのが書いてあって、要するに当時、その原子力の安全規制に関する条文が、電気事業法とそれから原子炉等規制法にこう分かれていたと。だから組織上も、原子力規制委員会っていうのを経産省から独立させて作るというだけじゃなくて、法律上も、電気事業法とそれから原子炉等規制法を切り分けますと。で安全規制に関する問題についてはとにかく原子炉等規制法に一本化するんだと、そういう方針も示されて、実際にそれが実行されてるんですね。だから言いたいのは、その当時ですね、原子力
規制委員会設置法について利用と規制の分離というのはもうあの 大テーマだったんですよね。利用と規制をどう分離するかで、組織上も分離するし法律上も分離すると。でその中でその今回 の問題になっている40年の、40年ルールがその、電気事業法ではなくて原子炉等規制法に入れたっていう段階で、それは利用ではなくて規制だと、規制の一環として入れたんだっていうのは、そのまさに今原子炉等規制法の中にあるっていうことそのものが示してるんだと思います。そういう意味では、その定めがね、あのまるで利用政策側の判断だっていうふうに言ってるのは明らかな事実誤認ですね、誤りだというふうなことが言えると思います。それからもう一つあの言いたいことはですね、実は山中委員が2年前にあのそういう判断をしてるんだというのを強調するわけですけども、その2年前 その判断したっていうあの文書がこれです。まあ、皆さんの資料にも入ってるんですけども、その中にですね、運転開始から40年という期間そのものは発電用原子炉施設の運転期間についての立法政策として定められたものである。そして発電用原子炉施設の利用をどのくらい期間認めようとするかは原子力の利用の在り方に関する政策判断に他ならず原子力規制委員会が意見を述べるべき事項ではないと、こういう言い方をしているんですね。ちょっとあの意味合いが取りにくいんですけども、要するに山中委員長この後半を指してですね、発電用原子炉施設の利用をどのくらい期間認めようとするかは原子力の利用の在り方に関する政策判断に他ならない、原子力規制委員会が意見を述べるべき事項ではない、ここだけを取り出して、40年ルールがさも、利用政策側の判断だというような、でそれはもうすでに2年前にそういうあの見解に達してるんだということを強調するわけですけども、ところがその2年前の文章をよく読むと、その40年ルールについては上の方に書いてあってですね、運転開始から40年という期間そのものは発電用原子炉施設の運転期間についての立法政策として定められたものであって書いてあるんですね。だからあの立法政策っていうのはなかなか意味合いはこれも取りにくいんですけども、まああの議員立法で、まあ、立法府が主導してあの作っていったあの法律ですよっていうのはそれはそれで、一つの事実ではあるんです。だからあの立法府が主導して作った法律です。で規制と利用の分離が問題になって規制の一環として入れられたんですっていうのが多分事実だと思うんですけども、その2年前の文書に従ってもね、山中委員が今その40年ルールがさも利用政策の判断として決められたんだと、しかもそれが2年前の文書で確認されてるんだっていうのはやっぱりそこにも嘘がある、事実でない事実誤認があるというか嘘があるとあのいうことだと思います。だからこのそしての後の、利用政策判断に他ならずっていうこの文書は非常にこう、浮き足だったというか、何を言いたいのかよくわからないというか、なんかあのそこだけぽっこり外から入ってるような非常に宙の浮いたものになってるんですけども、だからこれをさもその、現行の原子炉と規制法がそうなんだっていうふうな言い方をしているのはあの非常に問題があるというふうに思います。それから、実は資源エネルギー庁も、この、原子炉と規制法、これ資源エネルギー庁の9月22日の、原子力小委員会で提出された資料なんですけども、それを見るとですね、原子炉等規制法改正時の経緯っていうのはこれは資源エネルギー庁が作った、資料なんですけども、運転期間に関わる規定を含めた安全規制のあり方については、原子力規制委員会の発足後専門的観点から検討されるべきと、で、まあ、そういった議論があの政府及び法案提案者から認識が示されていると。だからここを見てもですね、運転期間に関する規定を含めたあの安全規制とありますので、だから運転期間の定めについてはやっぱり安全規制の一環として、定められたんだという事実認識をあの実は資源エネルギー庁も持ってると、今ちょっとなんか多分規制庁にすり寄ってあの曖昧な言い方をしてますけども、あと今日ですね、実はあの、資源エネルギー庁さんにも来てもらう予定だったんですけど、ちょっと事情で今日はあの来れないんですけども、文書回答だけもらっています。で、それがこれです。で、今言ったことを聞いたんですね。あの原子力小委員会にも資料にもあるように、運転期間に関わる規定は安全規制に含まれるということは間違いないかと。で、これに対して、N 庁の答えは、
原子炉等規制法については原子力規制委員会の所掌であり、その解釈については経済産業省からお答えすることは差し控えるというような回答になりました。まあこれはでもね、ある意味正しい反応で、原子炉等規制法は原子力規制委員会の所掌なんです。だから意見が言えないのはエネ庁の方なんですよ。エネ庁の方が意見を差し控えるんですね。で結局原子力規制委員会がどうしたいか、どうすべきと考えているのかという問題であって、でそれは立法政策によって定められたんだから、それは厳格に守らなきゃいけないと、むしろ守らせなきゃいけないというのがあるべき原子力規制委員会の立場だというふうに思いますので、その辺しっかりと今日は、追及していきたいなというふうに思っています。以上です。はい、坂上さんありがとうございました。この2年前の令和2年の原子力規制委員会の見解ってやつは皆さんのお手元にもあると思いますが、これもですね、運転期間延長認可の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化との関係に関する見解というタイトルで、タイトル通りの内容なんですね。つまり当時今もそうですが、長きにわたって止まってしまっている原発について、その期間その40年ルールから除外してくれないっていう、その産業界のすごい強い圧力のもとにこの見解が出されて、でこの見解、その除外することに関しては否定的な見解だと理解しています。でだからつまりその40年ルール、運転期間のその上限に関する見解ってわけじゃないっていうことも重要なのかなって思いました。はい、それではですね、この後、実際にじゃあ原子力規制委員会はその高経年化、いわゆる老朽化の審査が本当にできるのという、そういった観点のお話が続きます。まずですね、老朽原発40年廃炉訴訟市民の会の柴山京子さんからですね、今日は名古屋からお越しいただいています。はい、この原子炉劣化と規制委員会審査の問題点ということでお話しいただきます。お願いします。お世話になっております、名古屋地裁ですね、老朽原発40年廃炉訴訟、これは関西電力、若狭にあります関西電力の高浜1、2号機と美浜3号機を対象にして、延長認可等といいまして、そのちょっと座らせていただきます。延長認可等取り消し訴訟と謳っているんですけれども、これには延長認可だけではなくてですね、他の原発とも共通していますけれども、設置変更許可とか工事計画認可とか、最終的に保安規定変更認可っていうのが認められると、原発再稼働に進むという、他の原発のプロセスと一緒の許認可も合わせて対象にしていますので、どれか一つでも違法性が認められると、勝てるという内容になっております。でこの裁判の方はですね、細かいことはまた見ていただくとして、2016年に高浜1、2号機と美浜3号機に対して、ちょっと認可の日が ずれているので、提訴もずれているんですけど、というか、高浜1、2号機はですね、認可の差し止めを求めて、認可前に提訴したんですが、残念ながら認められてしまいましたので、取り消し訴訟に切り替えたということで、進んできております。でその後そのもう7年目になるんですけれども、7年も経つとですね、規制委員会の方も、本当に過小評価だった火山灰濃度ですとか、これは鳥取県の大山、関西電力は大山の、噴火の影響を考慮しなくてはいけないんですけれども、その噴出規模自体もですね、2倍以上に引き上げられるという、そういう見直しがあって新たな処分が出ているものですから、これが判断から漏れてはいけないということで、最近になってですね、これも追加で提訴しまして、漏れがないように一応整えて、来年
あ、デンジャラス君がですね、なんか噴出規模を2倍以上に引き上げたバックビットなのに、原発停止を命じなかったって泣いていますけれども、これはですね、この裁判から派生したバックフィット訴訟というのも、やりまして、そちらでですね、福島原発事故の教訓ということであれば、自然災害がですね、この2倍以上という とんでもない規模に引き上げられたのなら、その、バックフィットを命じたということは、その最終的な保安定変更認可が出るまでは原発を止めさせるべきだということで、止めるように命じてもらいたくて、提訴したんですが、残念ながら、認められませんでした。ただですね、規制委員会が秘密会議を開いていたり、事業者の敗訴リスクを考慮していたということは認められました。また関心のある方はホームページの方をご覧ください。でこれが今、担当してくださっている名古屋地裁民事9部という行政専門の、裁判隊なんですけれども、ちょっと、もう裁判長もですね、3人目になりまして、裁判隊からと変わっているわけなんですが、ちょっと気になる事実がありまして、4月にですね、通常の移動で、左陪席の、向かって右側の裁判官が変わったなと思ったら、また10月3日先月のですね、期日で柏戸夏子さんという裁判官に変わってまして、あれと思ってちょっとネットで調べると、この方は、東電刑事裁判の一審東京地裁の判決の時の左陪席の方でした。でその交代した前の裁判官もですね、裁判所の名簿を見るとそのまま旧部にいらっしゃるので、どういうことかなと、ちょっと、どういう思惑の人事だったのかなと気になるところではあります。それで今裁判は大詰めとなっておりまして、数あるもう違法性いっぱいあるんですけれども、老朽化、火山、地震、その他と4つの、大きく分けて4つの項目に争点を絞って、裁判所がそれぞれまとめの主張をしてくださいというので、それも順次進めたところです。この中で、過信試験浄水減水上数って読むんですけどとかですね、これはちょうど前回10月3日の、期日でプレゼンを行って報告集会の録画がありますので、興味のある方はぜひご覧ください。でなかなか難しいテーマなので取り組めてこなかったこの使用済み燃料の問題ですね、どの原発にも今もう8割とかいう感じで、使用済み核燃料が、プールという、脆弱なところに留め置かれているわけですけれども、その安全性とか、特に老朽原発の延長認可の場合、あと20年大丈夫なのかという、その審査をしてないじゃないかということで、そちらも追及しています。興味のある方はホームページに準備書面等を載せていますので、ぜひご覧になってください。で、来年の末までに判決を得るべく、進んでおります。で今日のテーマですね、これは本当に私たちもまさかここまでひどいとはということで、今日の質問に至ったちょっと経過を説明させていただきます。中性照射米化、この辺の監視試験編ですとか言葉は前回我が弁護団の小島弁護士の方が学習会でいろいろご説明を させていただいたかと思いますので、ちょっと詳しい説明は省いて、したいと思います。なんとですね、規制委員会は監視試験編原子炉に入れておいて10年ごとに取り出して、原子炉がもろくなってないかを見る試験ですね。でその監視試験編の元のデータ、原データを見ないで関電が、はい、こういうグラフになるから大丈夫ですよといったその結果だけを鵜呑みにして延長認可をしていたことが判明いたしました。でこのデンジャラス君が読んでるのがですね、小岩先生、井野先生 の原子力資料情報室発行の原発はどのように壊れるかという本で、これをお読みになかった方もいらっしゃると思いますけれども、これが詳しいのでぜひ難しいことはこの本を読んでいただきたいんですが、特に高浜原発1号機というのはですね、
原子炉容器の税制制御温度といって、ある一定の温度以下になると脆くなってバリッと破壊、金属が破壊されるっていう、その温度がなんと99度と全国の原発で最も高くて、もともと配管破断とかポンプが止まって原子炉に水が行かないっていう時に緊急炉心冷却装置っていうのが働いて、一気に水がダッと入った時に、その高温高圧状態から一気に冷やされて原子炉が破損しないかっていう問題が心配されてきました。で、裁判でですね、私たちは国と関電に対して、この原データが関電が公表している資料にないので、出してくれと。で、ただ出してくれと言っているわけではなくてですね、そのデータ数が明らかに少ない。特に破壊人生試験という試験が、あって、これか、こう切り込みをつけてこう引っ張るっていう、でその、どこまで持つかっていうのを見る試験があるんですけれども、その試験編がですね、なんと高浜1号機がそのこれまで10年ごとに取り出して4回分でも9個で、2号機が10個で、美浜3号機でも12個しかない。でも他のですね、後で出てくるかな、玄海原発なんかもっとあるんですね。で、他にもですね、不自然な点としては、普通、中性子を浴びてだんだんその鋼鉄がもろくなっていくので税制制御温度っていうのは上昇していくわけなんですけれども、じゃあ当然鋼鉄は粘り強さが低下する、なのになぜかそのデータ上、税制制御温度は上昇しているのに粘り強さは、粘り強さが低下しないで上昇している測定結果があったり、上昇するはずの税制制御温度がなぜか例えば10年目20年目って進んでいるのに、低下しているとか、不自然なデータがあるので、これは何か隠されたデータがあったりしないのかということで原データを求めていました。すいません。でですね、この辺は小島先生の解説であったと思いますが、で、2019年の口頭弁論で、法廷で国の代理人に、その小島先生が聞きました。ところで国は、原データを持っていますか。持っていません。これは口頭弁論調書ですけど、これがですね、確か美浜町議会の議員さんにもこう、請願書を出したときに、いやそんな原データ見てないなんて信じられないから、そんな間違ったこと書いた請願書を採択なんかできませんというご意見を述べられたということで、いやいやこれ見てください、本当に持ってないって言ってますよって出したくらいなんですけれども、私たちもさすがに驚きました。でそのしかもその国の、確認したくていい理由というのがすごくてですね、そんな逐一確認する法令上の義務はない、で人的物的資源が限られているので膨大なデータを確認するのは現実的ではない、審査を阻害するんだと、あとこれがすごいですね、規制は事業者に品質保証を課しているので信頼性が担保されている、原発マネー水管流の関西電力ものすごい信頼性が担保されているようですけれども、でもこれもちょっ と、この2番目の膨大なデータもですね、ご存知の日本原電の敦賀2号機の中条図の書き換え、あれは石渡委員が私録画見ましたけど、全部その900ページですかチェックして見つけましたっておっしゃってて、じゃあなんで関電のデータ見ないのか、その事業者によって違うっていうのもちょっと不公平なんじゃないかなと思いますけれども、どうでしょう。で、仕方がないのでですね、文書提出命令を裁判所に申し立てて、私たちもチラシを作ったりして宣伝をし、ようやく裁判所の働きかけで任意の形でデータが出たんですけれども、関西電力はちょっと1回ではちゃんと出さなくて、なんとか3回に分けて美浜3号機まで全部出ました。でここでですね、この破壊人生試験の驚くべき、手抜きというのがですね、添付していただいた資料の、この福井県議会宛ての要請書っていうのに、これに大体説明のこのあれですね、シャルピー試験とか出てるのでまた見ていただきたいんですけど、その添付の方のですね、準備書面のこう適切なデータが得られたとか遠征破壊とかってこの表ですね、
これがようやく出てきて、これで全部だって言うんですね。で結局試験で壊れちゃったから、データ得られてませんっていうものが多いわけです。でもっとびっくりしたのはこの試験会議1、2、3、4ってありますよね。で1回目母材、2回目溶接金属、3回目母材、4回目溶接金属ということで、どちらかしかやってない各回ですね。でしかも、老朽原発でそのお釜が割れないかって心配してるのに母材を4回目にやっていない、ということで、これは井野先生なんか老朽原発の研究会やってくださってる、皆さんにご検討いただいて、裁判の方で、主張をしております。で、まあ、あまりにも少ないとですね、適切な評価ができないというのは、まあ、皆さん想像していただけると思います。でごめんなさい、ここにもありますように玄海原発とか伊方原発ではもっとちゃんとデータがあります。それでですね、今日の質問 の項目につながるわけなんですけれども、この母材と溶接金属、のみがどっちかに入っているのか、それは規則を満たしているのかとかですね、もし両方入っているのにどっちかしか試験をしていないなら残っている試験編はどうなっちゃったんですかとかですね、そういったことを聞いています。であと問題は、今延長認可申請を行ってしまった仙台原発1、2号機とか関連は高浜原発3、4号機の、延長申請を視野に特別点検していますけれども、今後の審査でもじゃあ原データは見ないんですか。であと PTS 評価っていうのはですね、この加圧熱衝撃、これか、この右下の、右から左に山なりなり急冷されるとっていうカーブが PTS 状態繊維曲線といって、破壊人性繊維曲線という 左上のカーブと交わらなければ原子炉は壊れないっていう、でそれを評価するっていうことになってるんですけど、この PTS 状態繊維曲線っていうのをこの山なりのカーブですね、これに影響するのが、沸騰、じゃない、熱伝達率なんですね。でそれをいくつに設定したかを関電から聞いて計算が正しいかを検討しなくちゃいけないのに、沸騰熱伝達率を把握をしていなかったということも裁判で分かりました。ですから今後の審査でもそのような手抜きをやるんですかっていうことも聞いています。でこれ原告側で、沸騰も考慮してないんですけれども、沸騰とあとクラッドといって原子炉容器の内張り材のありなしっていうことで、規則通りに評価するとデッドクロスの可能性があります。それであともう一つ質問をしているのは、資料にお付けしていますように、ジアックという原子力規制委員会が採用している日本電気協会の規格があるんですけれども、それを見るとこの、運転期間が大体30年くらいで設定されてるんじゃないですかと、そもそも、監視権を総括するときにですね。で、ということは監視試験変数も少ないし、まあ、大体原子炉の寿命というのは30年というふうにもともと考えていたはずで、それをこう無理にですねやるのは本当に技術的にもどうなのかということで、質問をさせていただいております。であと、次回期日が12月16日なので皆さんよろしかったら、ご注文くださいということで、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。大変具体的な内容で、原子力規制委員会がいろいろ人的なんとかのリソースの限界から見れませんと、現データをびっくりですね。それなのに10年ごと審査やるからもっと厳しくなるぞって言ってるわけですよね、山中さんは。大変驚愕いたしました。っていうか今の山中さんの発言に驚愕いたしました。はい、伊野さんにつながっています。原子炉はなぜ壊れるかの著者でこの問題に詳しい伊野さんにつながっていますが、伊野さん一言コメントをお願いします。ですね、今の
柴山さんのご説明、非常に正確で、ポイントをついていて、まあ、ほとんど補足することは、ないです。コメント言われたんですけど、で、まあ、私もとにかくですね、規制庁が、その現データを見ないで、それをその、裁判で開示を請求されて出て初めて規制庁も見たわけですね、担当官が。それで、その時点で、もうまだですね、それはそれでいいんだと、事業者に任せているので、見なくていいというか、そういうことを言ってることに非常に、まあ、驚きました。まあ、こういうことで、審査が進められているという、ことには非常に驚いて、まあ、私も本当にびっくりしてしまいました。さっきの、全部を、社会人生試験毎回見てるのは当然だと思ったんですが、規定にはそんなこと書いてないのでということで事業者に任せるという、こういう非常にひどい話でした。それで、まあ、そもそもですね、原子炉の中に、発電用の原子炉の中にその監視試験片をたくさん入れるということは難しいんですね。で、破壊人生試験というのはシャルピー試験よりもサイズが大きいので、そんなにたくさん入れられないんです。もともと少ししか入れてないということで、こういうことをですね、やらなきゃならない、その原子炉のですね、そういうそのチェックといいますか、監視するということは非常に難しいですね。だから、そう、もともととにかく原子炉の監視をして、税制の予測っていうか、それをするっていうことは無理があるんだということを改めて感じました。やはりそういう照射した材料のことは非常に分かんないことがたくさんあるので、こういうことでちょっとですね、やるということはもう、まあ、要するに原発やめてしまえと、こういうことですね。はい、ありがとうございました。老朽原発老朽化の審査には無理があるということで、まあ、40年の時点で60年後どうなるかというのを予測して審査をするそうなんですが、そもそもそれに無理があるし、技術的にもいろいろと、いろいろと無理があるというお話だったと思います。柴山さん、井野さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続きまして、美浜大井高浜原発に反対する大阪の会の小山さんから、ケーブルの劣化についてということで、小山さん、ちょっと時間が押しておりますので、コンパクトにお願いいたします。高浜1号の電気ケーブルに調査しておりまして、延長認可を2016年にしたわけですけども、それの明確な判断基準、伸ばしてもいいという判断基準というのはあるのかということに焦点を絞ってお話したいと思います。で、最初は質問の1という質問を取っていきますけど、質問の1では、高浜1号のケーブルの今106年間、評価期間というのがありまして、106年間は使えますよという判断になっております。で、これはループ室という、ここのですね、一時冷却材ループもある格納容器内ですね、ここにあるケーブルなんですけど、何年経験ケーブルというものが、この時の温度が通常運転中42度、 0.3747 グレイパーアワー、こういう条件のもので、劣化していくんですけど、106年は使えますという判断をしております。で、その判断はここに書いてあります防火損傷線量データの重ね合わせ手法で評価したんだ。これはJNES という研究機関ですが、これは今は、2014年に原子力規制庁に統合されておりますが、ここの判断で行ったということです。で、その今の計算手法に基づいて、この42度、 0.3747 グレイパーアワーで条件で計算しますと、こういうカーブが得られまして、そして
ここの縦軸はですね、破断時の伸びといいます。破断時の伸び、これは絶縁体というのがこの真ん中に胴体があって、周りを絶縁体包んでるわけですね。でこういうのが三つ組みになって、全体がシースと呼ばれるこういうものの中に包まれております。でこの絶縁体はゴムですので、引っ張ったら伸びるわけで、でその伸びていくんですが、どこかでちぎれるわけですね。そのちぎれた時の全体が元の 何倍まで伸びたかというのが破断時の伸びと呼ばれていまして、それが元の分の何パーセントまで伸びたかという縦軸にとっております。で最初劣化する前は 420%、 つまり元を入れますと 5.2 倍の長さあったというふうになりますけど、それがですね106年経つと伸びが 29%、つまり元の 1.29 倍になまで、でちょっと伸びただけでちぎれしまう。ここ図式化してますけど、ここ元の長さで、410% が伸びたのがちょっと伸びただけでちぎれちゃう、ちぎれちゃったというこういうひどい劣化状態が 29% です。106年だとここまで使えますよと言ってですね、それでそれをどうやって 29% を判断したかと言いますと、加速試験というのがあります。これ、42度と今の条件を100度にして、それからこっち放射線の方も 100グレイまで上げると。こういうオーブンレンジの中で、コバルト60で放射線を当てまして、そういう試験をするわけです。でそうすると、でところどころで取り出して、この照射時間を横軸に取ってますが、ここで取り出す、ここで取り出すというようにして、照射がだんだん進んでいくものを取り出していきます。で、6個の、教師体と言ってるんですが、教師体を取り出しまして、その一番、劣化した場合が、破断時の伸びは 29% ということで、この29% はもっと初期値の 0.07 倍にまで劣化しているわけですけど、これでもって29% の時にまで、後で言いますけど、1500V を1分間かける試験はこの後でやりますですね。それに合格したものの中で一番劣化が進んだ 29%。これがここまでは使えるんだという判断です。というふうに試験した中で最も劣化が進んだところまでは使えるという判断をしているということですね。ちょっとその試験の手順ですけど、ここは通常運転中で熱と放射線の今の劣化をやらせる。でここで絶縁体の破断時の伸びというのを測定する。でその後で今度は事故時の、今では重大事故になっているんですが、重大事故時の、放射線をまず調査して、それから、ここは主に蒸気箱、蒸気にさらすという、そういう状態においてから、1500V を1分間電圧かけて、これに壊れなければ合格したという、その合格した中で、一番劣化が進んだものを取り出してきて、それをまあ事実上の許容値とするという、ここまでを運転できるというふうにしているということです。で、その次は、これが今の事実確認が質問の1です。で、質問の2はですね、この JMS というさっきの原子炉三元基板機構ですね、これが、劣化指標管理事案というのを提案しているんです。これはいわゆる安全余裕を考慮して、ここにしたらどうですかという、提案なんですね。さっきの 29% の場合は、そういう安全余裕を考慮すると、40% までは、40% なった段階でもう、までしか使えないというふうにしたらどうですかという提案なんですけど、これは完全に無視したい。そうです。その次、質問の3に関連したことですけど、
ケーブルの経年劣化仕様にはだから2つの仕様があるということで、一つはですね、延長の審査基準、これがまあ本当は基準なんですけど、ここでは重大事故等環境下でというのが2016年の4月に加わります。これ福島事故で加わりまして、そして有意な絶縁低下が生じないことと絶縁低下で判断指標にしておりますね。これが審査基準のはずなので、本来なら絶縁低下、絶縁低下を見てが指標になるはずなんですけど、実際はですね、別の指標、火山流の帯で判断している。で、その絶縁抵抗とかいうのは、経年変化パラメータとして捉え方、こういう判断で、だから一般的に火山流の帯が指標だというふうに書かれております。で、この2つの関係がどうなっているのかということは全く分かりません。それで、これは関連が、まあ、報告書の中に書かれている図なんですけども、これもやっぱり絶縁性能が縦軸に取られている。そして、ね、通常運転中にゆっくり下がっていって、事故が起こると一気に下がるという。そしてそこに、許容値と管理値と関連自身が書いているんですけど、これ一体どうやって決めているのか。管理値と決めているけど、今は管理値は全く採用しておりません。このあたりが、勝手なことやってんじゃないのかということを、後で問題にしたいと思います。で、配管等ではちゃんと数字的な基準があります。ここには数字的な基準はありません。それでですね、今度質問の4に行きまして、実は、さっきの、ここでですね、この波乱樹の伸びを測定した後、通常運転の劣化が終わった後ですね、実行時の劣化条件に入るわけですけど、ここの中で蒸気暴露というのがありますね。で、これこういうのを、やるわけで、その時750ボルトをかけといて、蒸気暴露して、で、そうするとショートが起こったりして、まあ、故障が起こるんですね。で、その故障の起こった場合をこう引っ張り出したのがこの表なんですけど、いろんな種類のケーブルでいろいろ故障が起こったんです。で、初期値に対するさっきの破断時の割の割合がですね、一番低いものでも一番進んだもの、まあ劣化一番進んだものは 0.61 という、あんまり進んでないものでは 0.384 なんですけど、さっきの 29% はですね、0.07 倍で、はるかに結果進んでるんですけど、まあ生き残ったということなんですね。で、この 0.161 でも、実は、故障が起こって、ショートが起こったりして、こういう例がいろいろ起こっております。それともう一つは、今度、2019年の11月に、NRA 技術報告というのは原子力規制委員会から出されて、2016年に高め教団が認可して、その後19年ですから、後になってからこういう試験をしてるんですね。蒸気暴露中、蒸気暴露で、重大事故を模擬する試験をしております。蒸気暴露して。そうすると、縦軸に電気抵抗をしてるんですが、こう対数メモリー。で、蒸気爆発した途端にガタッと一気に電気抵抗が下がったんです。これ100万分の1から1000万分の1まで急低下してます。そしてさらにここで下がって、ここで蒸気爆発試験が終わったんです。終わると回復してる。2桁ぐらいか、2桁近く回復してる。で、この後で過電試験といいまして、1500ボルトかける試験がやってるわけですけど、その時はですね、この劣化がある程度回復した状態になっているんですね。で、この、実はそれで、この NRA の原子力規制委員会がやった試験では、全部合格になっておりまして、蒸気爆露中にも何も故障も起こっておりません。で、ただその時はですね、前は750ボルトを低熱もかけてますけど、ここの
原子力規制委員会が100ボルトでしかかけていない。これは実はある理由があってのことだと思いますけど、ということでですね、そして、まあ、いろいろ問題があるんですが、今後さらに劣化が進んだケーブルについて同様の試験を行い、経年劣化と重大事故時の絶縁性能との関係について調査する必要があるというのが結論で、これが最後の方に書かれている結論で、要するに、この検査といいますか、試験というのはまだ終わってない。これからまたやるべきことがいろいろあるということをはっきりこの報告書の中で認めているということです。ということですので、いろいろ、これ質問の4に関しましては、まだこの問題はですね、2016年に認可をしているわけですけど、まだ全体の全貌がつかめてないんで、蒸気爆露中に何が起こるかというのはまだよく分かっていない。だから今はそういうことが全部解明されるまでペンディング状態にしてですね、で高浜1号の一旦認可したものも取り消してペンディング状態に置くべきだという主張になると思います。以上です。はい、小山さんありがとうございました。それではですね、各地からの報告に入りたいと思います。すいません、皆さん時間が大変押しております。お一人2分でお願いいたします。まず福島からということで、原発事故被害者団体連絡会の武藤瑠衣子さん、つながっていますでしょうか。はい、お願いします。はい、皆さんこんにちは。福島から参加しております武藤瑠衣子と申します。経産省が打ち出した原発の運転期間の制限をなくし、老朽原発の運転延長を進めていこうという方針に対しては、原発事故の被害者として大変な憤りを感じています。福島第一原発の1号機は2011年3月26日で運転開始から40年を迎えるところだったんですね。1971年に運転が開始されたこの古い原子炉は数々のトラブルや事故を起こしてきました。配管やシュラウドのひび割れ、それから穴の貫通、弁の不具合やタービン軸の振動のが大きくなる、そしてケーブル火災などを何度か起こしてきています。私たちは老朽化の激しいこのボロボロの1号機を何としても50年延長させずに止めようと動いていました。その矢先の 3.1 の事故だったんですね。私が原発の反対運動に関わった頃は、原発のその1980年代ですけれども、原発の寿命は30年と言われていたことを記憶しています。それが40年になり、1号機の運転10年延長にも大変大きな危機感を感じまして、何としても止めたくて廃炉アクション福島という、アクションを立ち上げたところでもありました。もしあの時原子炉を止めていたらという後悔はもう誰もするべきではありません。私たちはたった11年前にあの甚大な原発事故を経験したばかりではありませんか。今も事故は終わっていませんし、被害も拡大しています。事故の反省と教訓は一体どこに行ったのでしょうか。原発の再稼働、新増設、そして老朽原発の運転延長、これらは福島原発事故の被害者を再び踏みにじる行為だと思います。さらに原発が攻撃目標となることで核兵器にもなり得るという現実が可能性が現実となっている今ですね、経産省も規制委員会も私には常軌を逸しているとしか思いません。皆さん、この老朽原発の運転延長がいかに異常なことかということを広めて、力を合わせてこれを撤回させていきましょう。ありがとうございました。はい、武藤さんありがとうございました。続きまして、ふるさとを守る高浜大井の会から、福井から東山、幸弘さん、お願いします。はい、
皆さん、こんにちは。高浜に住んでおります、東山です。高浜の、まあ、3号、4号は、まあ動いてるんですけど、動いてるんですけど、37年を超えて、もう本当にこれを、原発も、老朽、いろんな、故障が起こっていると。特に、美浜今年の、8月から動いてるんですけれど、美浜の原発も含めて、関連の原発大変たくさんの故障が続いております。去年度で見て もう12件ぐらい、今年度においてでも、10件の故障が起きております。これも、関連のプレスリリースに掲載された分だけ見てもこのぐらいな故障がついてるわけです。特に、私が問題だと思うのは高浜3号4号、これは37年ぐらい経つんですけれど、やっぱり30年超えた時点から、蒸気発生器、これの西側の損傷とか原肉がやっぱりたびたび起こっていると、今回含めて3回目起こっているわけです。でこれが原因についてはなかなか特定はできてないんですけれども、やはりその二次系ですので、いわゆる普通の鉄の配管を使っているわけです。それが結局錆びて、蒸気発生器に行き止まるということで、錆の量が洗浄してるんですけれども、錆の量がすごいんですよね。高浜3号で、2トン、1トンあった、1機あたり670キロの鉄錆が出ると。でこれが3機ありますので、合計すれば2トンぐらいになります。で今回4号についても1機あたり1000キロと言ってますので、3機ありますので3トン の, その、鉄錆が出たという報告しておるわけです。まあ、この蒸気発生器の西側が傷がついて、蒸気発生器、3台合わせて1万本ほどの再管があるんですけれど、この1本でも破断すれば、一次冷却水が二次冷却水側に、溢れ出て、一次、原子炉の空だきに、つながるわけです。でこの空だきを防ぐために、当然 ECCS が働くわけですけれども、先ほど来問題になっております、圧力容器の劣化、全然中性子における、劣化がなると、この冷たい水が入るとその原子炉圧力容器が壊れる恐れがあるという問題があり、ちょっと時間的にあれなのでまとめていただけますか。ぜひともこの、老朽原発、特にもう、40年までの、かかわらずもう老朽原発はもう廃炉にしてほしいと思っておるわけです。はい、ありがとうございました。はい、続きまして鹿児島から、まさに鹿児島県の分科会にご参加中の高木昌司さん、仙台原発30キロ圏住民ネットワークの高木さんからお願いします。はい、鹿児島高木です。県は、九電が、昨年の10月に、特別点検に入ったことによって、今年の1月から、県がやっている、原子力安全、避難計画と、防災専門委員会の下にですね、分科会を作りました。仙台原子力発電所の運転期間延長の検証に関する分科会を設置して、1月から、
始めて今日で7回目です。今やっている最中です。で9年と規制庁が参加しています。で9年は、特別点検の結果報告を8月から、まあ、少しずつ、始めていたんですが、突然ですね10月12日に、1、2号機の申請をしました。この申請なんですけれども1号機の期限が、来年の7月2号機は、2024年の11月ですから、非常に余裕があるんですね。なんで、これほど余裕があるにもかかわらず申請したのかなと、まあ、岸田首相の GX の発表の絡みがあるのか、まあ、ちょっと理由がわからないんですね。それで、まあ、鹿児島県としては九電が、申請するのであればその分科会で その検証を申請書に反映すべきと、思っていたんですが、まあ、これを無視しての、まあ、申請だと。で、まあ、今後は分科会の検証をですね九電なり、まあ、規制庁が、どのようにその審査というか審議に反映するのかがわからないんですね、はい、にもかかわらず、まあ、分科会は進んでいます。今日も、九電は報告をし、委員からの質問に答えようとしています。で宿題が出れば、宿題に答えるということをやっています。それで、ですね分科会でこのところ特別点検の報告がついているんですが複数の委員から情報公開が不足していて検証できませんとこのままではというような抗議の声が上がっています。まあ、九電が、まあ、どこまで対応できるのか分かりないんですが、まあ、商業機密で出せませんとかいうのがあって何なんですかという発言も出てるんですね。はい。で、まあ、委員に、まあ、個別に、委員だけに、まあ、報告してますみたいな話もあるんですが、その辺よくわかりません。それで、仙台原発の1号機の、30年目の高経年化技術評価なんですけども、実は1年遅れで、一部、さらに1年先送りということで、大学に、まあ、2015年の8月の10日に入ってるんですけど起動してるんですがそれの5日前に、まあ、認可してるんですね。で、これはですね、まあ、私も含めその市民がなんで、認可、していないにもかかわらず再稼働に入ろうとするんだということで、まあ、抗議をしてで、まあ、結果的に5日、前になって、まあ、なんとかギリギリ認可したということでどうも規制庁規制委員会は高経年化に対するその何て言うんですかね価値というか非常に軽く見ているのではないかという気がして仕方がないですね。それですいません。あ、すいません。そうそうはい、あ、じゃあもうはい、はい、すいません重要なはい、はい、重要な局面よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。続きまして新潟からさよなら柏崎刈羽原発プロジェクトの沖曽さんお願いいたします。マイクミュートです。はい、申し訳ございません。沖曽です。よろしくお願いします。新潟県は昨日11月5日に検証が3つ検証報告が出たということで住民説明会を始めました。今おっしゃっているその40年の規制撤廃ということを素人なりに考えましても新潟の原発は中越沖地震とか中越地震で非常に傷んでおりまして40年持つかどうかということもはっきりわからないところで動かされてしまうのかということが非常に素人なりに心配をしております。それとやはり休んでいるときは、年数に数えないなどと言ってますけれども
長いこと10年近く止めている原発を動かすということについて、劣化がその間に進んでいないのかということについても心配をしております。で、先日の説明会でいろいろ問題になったことですけれども、技術委員会は10項目133個の課題教訓を抽出して報告書を出しておりまして、今後もある検討する必要があると言っています。で、避難委員会の方は9項目の9項目456 の論点を抽出して、今後それについて検討する必要があるというふうに言っています。しかしながら先日の説明会では県は委員会の報告もう一つ残ってるんですけれども、委員会の報告が出たのでいよいよ再稼働の検討に入りますというふうに担当者は言って、この検証委員会が求めている多くの課題についてすっ飛ばして再稼働しようとしているのではないかというふうに心配していまして、今後県の説明会、まだ柏崎刈羽とか数か所で行われる予定になってますけれども、参加した住民からは県内各地でやる必要があるというふうに言われていましたので、私も自分の自治体で説明会を開くように県に要請して、この問題を県民広く知らせていきたいというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございました。まさに正念場というところだと思います。ありがとうございます。続きまして、宮城から女川原発再稼働差し止め訴訟原告団の日野正美さん、つながっていますでしょうか。はい、日野です。お願いします。よろしくお願いします。私の方からですね、女川原発再稼働差し止め訴訟の現状について報告させていただきます。昨年5月に石巻市民17名がですね、実効性がない避難計画の下で女川原発の再稼働をするなと提訴しました。で、今月の11月28日に結審を迎えます。で、原告はですね、実効性がない避難計画の下で再稼働が強行されて放射性物質が放出するような事故が発生すれば、困難な避難と無用な被曝を強いられて人権が侵害をされるということで再稼働を差し止めを求めてきました。で、避難指示が出され、帯域時検査場所、いわゆる被曝検査場所ですね、そこに避難してきた住民がの車両であふれて交通渋滞で、検査場所での担当する宮城県の職員とか東北電力の社員、さらには検査に必要な資材が現場に届かない、近づけないということで、避難計画 の検査場所が開設すらできないということを具体的に示して、避難計画が入り口で破綻して避難者が避難所までたどり着けないことを立証し、裁判の中で立証してきました。その中で、被告東北電力は避難計画の実効性に対して正面から議論することなく、原発の安全性は十分確保されているとか、放射性物質が放出するような事故が発生する具体的危険性について原告らはが立証していないということを理由にですね、却下を求めているという当初からの主張を繰り返すのみでした。で、11月28日の第5回口頭弁論で原告側の意見陳述を行い、判決日もその日に、来年になると思うんですけれども示されることになっています。で、東北電力は女川原発2号炉について2023年11月まで安全対策工事を進めて、24年の2月に再稼働するとしています。で、私たちは再稼働差し止めのこの裁判で、差し止めを求める判決をもぎ取ってですね、女川原発の再稼働を止めるといった取り組みを進めていきたいというふうに思っております。今後ともご注目、はい、ご支援をお願いいたします。ありがとうございます。はい、木野さん、ありがとうございます。続きまして、佐賀からですね、玄海原発プルサーマルと前期をみんなで止める裁判の会の石丸初美さん、お願いします。こんにちは、佐賀からです、石丸です、よろしくお願いします。玄海原発1号機では
税制線温度が98度となったことが2011年に発覚した問題があります。その時専門家も圧力容器の劣化が進むと危険な状態で廃炉にすべきということを訴えていて、それを受けて、私たちも宮殿に対し抗議と要請を続けてきました。税制線温度98度の状態で運転停止がされた時も、もう危険だということが情報が流れ、その時住民の中には沖縄など遠いところに緊急避難した人もいました。事故が起きれば被害を受ける住民への情報があまりにも届いていないっていうのが原発の大きな問題だと思っています。98度問題の時に宮殿は安全性に問題はないとしはぐらかしの回答を繰り返しておりました。で、納得いく説明はあっておりません。 3.11号1号機と2号機は廃炉に持ち込むことができました。原則40年最長60年の制限の削除を今年中に決められようとしている問題で、玄海町の涌山町長はこのことにありがたい判断とコメントをしました。規制庁自らが 100% 安全ではないと言っている中で、住民の命と暮らしを守る立場の玄海町長が何をもってありがたいというのか、住民の安全は初めから担保されていないことに私たち不安しかありません。私たちの社会生活の中で30年使うと設計とか施工とかして作ってあったものを安全のために稼働期間を短くするというのなら、私も重大事故対策や原子力避難計画などを作らなければならないような原発を延長するというのはもう言語道断で決して許すことはできません。以上です。はい、石丸さんありがとうございました。それではですね、これにて集会は終了させていただきたいと思います。続きまして、規制庁の皆さんが見えております。政府交渉なんですが、それに先立ちまして、この間私たち、全国22団体で、取り組んできました運転の延長期間の上限を定めた40年規定の削除、これに反対するという署名を原子力規制庁にまず提出したいと思います。規制庁の方はいらっしゃっていますでしょうか。はい、